ファクトリーってこういろんな方がどんなの聞いてたんですかって時にやっぱブランキーを聞いてたっていう人がすごいいるんですけど、嬉しいね。本当に多いんですよ。今の方がいいけどな。アーティストによっては昔の曲はやらないっていう、まあ、そういう方もいらっしゃいますよね、うん、でも浅井さんがそれをやるというのはやりたいから。あ、もう単純に。あ、やっぱり解散したばっかはあんまりやりたくないよ、うん、しばらく経つと自分も好きだし、そういい歌だと思うし、やればいいじゃん。死んだらやれないし、うん、誰も歌わなくなっちゃうし。この間ブラックリストに選出された時に、うん、ブランキーの曲もやってらっしゃったじゃないですか、うん、やっぱりソロでもうわやる、自分がもういなくなったら誰も歌わないじゃん。ああ、そうですね、死んじゃったらさ、だからヒロといるじゃん、はい、今クロマニオンズの、あの人だってリンダリンダとか歌えばいいのね。そうですね、昔の曲全然やらないですね。うん、そう、なんかあるんだろうけど、みんな喜ぶからやればいいなと思うんだけどね、うん、自分が作ったものですもんね、やっぱり、うんうん、かっこいい曲だしさ。